イグダマノサウルスは、モササウルス科に属する、白亜紀の絶滅した属。モササウルスアカ、グロビデンス属の一部として分類され、同族、他族と同様にノブ状の丸い葉を持っていた、ことで知られる。硬い獲物を接触するといった、高度に特殊化した生活スタイルが歯から、示唆されている。本属には、マーストリヒトキのアフリカの海洋環境に生息した。 イグダマノサウルスエジプティアクスただ一種の実が含まれる。本種の断片化石は、エジプトのデュイー類相やモロッコのレッド類相、ニジェールのダコマジェ類相から発見されている。イグダマノサウルスエジプティアクスのノブ状の丸い歯と、モササウルスベアウゲーの眼鏡ではあるがより尋常の歯の、比較、イグダマノサウルスは硬い獲物を接触した小型の、モササウルス科であり、大きさは、 グロビデンス属の仮のデンスに大まかに似る。イグダマノサウルスの丸みを帯びた鈍い歯はグロビデンス属のタノ属に類似する。これらの歯は他のモササウルスか爬虫類が通常獲物とする魚類や一般の爬虫類よりも軟体動物やウミガメといった甲角を持つ獲物を破砕するのに適している。タイプ標本 BMNHR11898 は断片的であり、 保存状態の悪い3つの顎断片、ほぼ完全な湾曲した2本の歯、3本の歯根、少なくとも5本の歯に由来する断片が含まれる。判断は難しいが、これらの化石は一個体に由来する、可能性が高い。歯骨はどっしりとしたプロポーションで、グロビデンスやプログナトドンに見られる重厚で頑強な、歯骨と類似する。歯骨には内側に浅いくぼみがあり、 板上骨を受け入れるための溝であることが示唆されている。母眼中の歯タイプ標本には7本の歯が様々な保存状態で保存されており、前後方向に大きさを増しているが、最末端の歯だけは保存された最後から2番目の歯よりもわずかに小さい。歯はまっすぐで幅広な円錐型で、先端は丸みを帯びてドーム状である。歯の断面は円形に近い。歯にくびれはなく、 歯官には、きめ細かい平行な筋が走り、歯一本の筋のうち65から75%を、占める。歯は歯骨においては、多少一定であり、最大の歯は高さ約2 7ミ、mm、リメートル、幅2 2ミリメートルに達する。もともとスデンスキーで、グロビデンスエジプティアクスと命名された本種は、リナムソルアーで親族に分離独立し、標本の発見地に近いイグダマン村にちなんで、 イグダマノサウルスと命名された。葉の適応は疑いようもなく、グロビデンスに類似し、化学神経の出口として、異様に小さい穴を歯骨の下側面に持つ点において、グロビデンスアラバマエンシスに類似する。しかし、ディナムソルワーでは、イグダマノサウルスの垂直方向の筋により、イグダマノサウルスが繰り出す手姿ではなく、 プラテカルプス型の祖先から派生した完全に、新型のモササウルスカの属であり、プリオプラテカルプス赤に分類されるべきであると、主張された。しかし、モササウルス赤内に、イグダマノサウルスを配置する解析では、グロビデンス属に分類され、グロビデンスやカリノデンスに近煙とされた。ありがとうございます。